白髪部王は、七世紀前半の皇族。上宮、聖徳法皇帝説より、馬屋と王子の子。母は、水庫天皇の御子、終わり御子の娘、倉井名チバナ王。上宮、聖徳法皇帝説によると、聖徳太子と倉井名チバナ王の間の第一子である。父母共に、皇族の地を引く優位な立場にあり、御子宮を形成していた可能性がある。 その根拠としては、アスカイタブキグ伝承地から出土された木簡に、大家家、お山上の官位の文字があるものとともに、白髪部五十個と記されたものがあり、この白髪部の部民が、白髪部王の御子宮に奉仕するものだとする説があるからである。また、クライナブ立花王は、天樹国マンダラ州長名文に、名の現れている立花のおいらつめのことであり、中宮の字との関連性が深い。 現在の中宮の寺の東方に存在したかつての中宮の寺とその前身の建造物が稲部立花王の住んでいたところであり、白髪部王に伝領されたのではないか、と浅野光は唱えている。なお、山城の大慶王がイボイモの薄月米女王を人した背景には、皇族の地の濃い白髪部王や全部悟り木吉郎女主将の初世王の存在が大きく同じく、 サト義郎女シ出生の上宮入部を継承した女王との婚姻が必要だったのではないかと二藤圧氏は述べている。皇玉天皇2年11月1日に発生した山城の大慶王の変で命を落としたことが上宮、聖徳法定説に皇玉天皇の御用3年10月14日、蘇我蔵大臣の子。 イルカシン・リンタロウは、イカルの宮にいた山城体系を及びその兄弟等、計15人の王子をことごとく滅ぼしたという記述より推測され、上宮聖徳太子元補欠期によると、犠牲になった上宮家の章の中に白髪部王の名が挙げられている。ありがとうございます。